ちょっと待って、ちょっと待って、中持ち貴様。あれ、しょぼすけさんの頭ってチョコミントのソフトクリームですか？あ、僕チョコミントこれ大嫌いなのでブルーハワイです。チョコミント大嫌いです。ナスピョンです。よろしくお願いします。イエーイ。チョコミント大嫌いです。よろしくお願いします。嫌いなんかい、嫌いなんかい。チョコミントと、粒あんが大嫌いです。こんにちは、ポンズ野郎です。チョコミント、食べます。お願いします。男らしい、ポンズさんらしい。好きなんだ。いいね、うん。はい、どうも、チョコミントです。あ、チョコミントじゃないです。中野内です。チョコミントじゃない。チョコミントじゃない。今日はね、ちょっとてんこ盛りはなりますが、ちょっと説明さす、軽く説明させていただきたいです。すいません、なかなかと説明しました。よろしいですかね。すいません、はい、もう一回説明してもらってもいいですか？じいちゃん俺やん。回ってて聞いてます。うん、方向に向けて言ってるからな、ちょっと。何歩左ですか？3歩左。何やってんの？はい。入った。上。上。めっちゃ洗浄してる。上。上左。スイカはどこにあんだよ。スイカはどこにあんだよ。どこ？目隠しされてっからさ、死体は下に5歩、右下のボタン、はい、光ってるボタン。おお。大丈夫。黒白だね。ミーティングで我が輩から黒白を出しますね。お願いします。はい。はい。おにぎ。ピカさん、ナナコさん、うん、僕、はい、コックピットでスイカ割りをしていたので無理です。スイカ割り、その棒ね。その棒で。季節外れやな、かなり。ネジネジだね。おしのキャイバー。しの掃除してんのかい、しの。シのお掃除が好きなんだね。いいじゃない、いいじゃない。この部屋掃除しといて、シノ。もうここ見とくから、うん、あ、うちもシノがいるね。何を言ってんだこれ。おい、間違えんなよ。シノ間違えんなよ。あ、こっちがシノだ。あ、バカか。バカだろ。追い盛る炎アベレージ。森と大地の妖精です。おんでやろう。清らかなせせらぎ、水の精霊ピカクロス。かわいい。これ実は全部鼻息はっちゃん。何それ。4人合わせてエレメンメタルズでーす。ダサ。ティンさんが芝居てました。はーい。これね、俺ゴッドファーザーなんだけど、うん、開幕ジャッカルに、うん、掃除屋さん殺されて、ね、次のターンにマフィア殺されて、ゴッドファーザー。そういう削られ方したの。チンが落ちてんだから。かわいそう、かわいそう。それはかわいそう。逆パターン。かわいそうやな、それ。こんな。それはちょっと切ないですね。はい、オッケーです。ポンズやろう。せー。ありがとうございます。そこ付き合ってる？そこ付き合ってる？あー、ほんとだ。メロちゃん。え、これ。あー、ほんとだ。付き合ってたら、すごい。桃の天然水ですよ。桃の天然水、俺。桃の天然水。青汁と、青汁と桃の天然水。桃の天然水、透明やろ。
ポン酢の経路知りたいな。ポン酢野郎はキッチンでハンバーガータスク短期でしてました。短期短期何でそんな三国無双で、はい、武器で銃短期でおぉそんな ここでできるんだ。ポン酢やられんの。ポン酢か、ポン酢オンリー。初手キッチンにいたよ。珍しいタイプのバーガーだって言ってた。終わってなかったのバーガー。終わってなかったんかい。それが遺言だ。遺言。終わってないんかい。遺言だ。みなさん、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 やめろよ、やめろよ、ななこさん、なんだ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 、ななこさん、ななこさん、はい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 、なるほど、ななこさんか、おい、ななこ、ピカさんがや、おい、やめろ、ななこ、近づくな、乗れ乗れ、おい、乗れ、乗れ、俺を捨てて、おい、あらこいつなかったねこいつなかったねもう一回行かなきゃだねスキップしてくださいごめんね次こそ恋人キルするからごめんねお願いしますごめんね次こそ恋人探すわクソ憎いかな恋人こいつ憎いなんだったお前悪魔がいる悪魔が悪魔がいるぞいいですねどんどんタスクも頑張りましょうかすげえ。さあ、どこにいるかなぁ。でも、真面目な話をすると、ネプチンさん。やっば。ごめん、これも恋人じゃなかった。何でまだいるんだけど、この村に。ちょっと待って、待って。思ったんだけどなちょっと待って。次こそ恋人切るから。また7個かちょっと待って。やばいやばいやばい、来んじゃないよ、マジで。おい、ななこ!おい、聞こえてんだろ、お前!おい、グラス掲げてくんじゃねえよ、おめえ!やばい、やばい、マジでやばい!終わる。終わったー!よっしゃー!やったー!やったー!金庫に誰?金庫に?あー、でも金庫3だよ。竹尾と七子と鬼木がいます。竹尾と七子と鬼木。はい。二人。七子と、ああ、そういうことか。そういうことか。あ、いる。ちゃんと乗っかってる頭の上に。阿部くん、なんか、変わったね、雰囲気。ちょっと、夏休み明けでイメチェンしちゃったけど、まあ別に。これ、雰囲気違う。あ、雰囲気違う。まあみんなあんま知らないと思うけどエミネムとか好きなんだよね。変わってるかな俺。何だそれ。普通はセルフやん。阿部くんかっけー。やめて。普通。困るそういうの言われる。困る。洋楽とか知らないからかっけーな。英語を覚えるの簡単だからさ。はっちゃんの死体のそばにあの。アベレージ君と七子さんがいて、七子さんがやってました。アベレージ君がやってんの？僕は。七子さんがやってました。僕はアベレージ君と遊んでました。これは知らないかなこんなやつ。阿部君なんだよ。味方って言ったじゃねえかよ。知らないよ。中学までは確かに仲良かったけどさ、もう違うんだよ。違うんだよ。みんな聞いてくれ。俺はやなんか阿部君がやれって言ったんだよ。やめるし、やめるし。嘘ついてる。誰？みんな七子投票ね。良い子は真似しないでください。良い子は真似しないでください。これ。今回もういないよ。あんた救しないと。うん。任せろ。ああ、いいんじゃない？ちょっと待って
聞いてください。ちょっと待って、中野っちの足元に死体が2匹転がってました。ちょっと待って、どういうこと。ヤバくて激しく動揺してる中野っちがいました。あれじゃないです、もういいっす俺つって、もう無理だよこれ。これは無理。ショボさんとネロちゃんがラバーズ。これはやばいわ。お前マジか。お前ら付き合ってたのかよ。ふざけんなよ。いやふざけんなよマジで。お前が聞いたのかよ。いや知らんよ。だってショボスキがいいよって言った、いいねって言ったから、なんかもう いいんだなと思って。いやちょっと待ってって言ったら恋人ならバレちゃうやん。ありがとうね、ありがとうね、ありがとうね。